まず1回こうやって輪っかを作りますね。もう一個同じように輪っかを作るわけです。で、後から作った輪っかを上に重ねます。で、こういうふうにしてここでこういう感じですね。じゃあ今日はね、この今積んであるこの竹がね、いっぱい積んであるんですけど、この竹をですね、縛っていく。で、この一番最初ね、この軽トラのフック、煽りにかける時のやり方っていうのを説明します。で、まあこういうふうにね、普段使っててロープに輪っかがもともとできている場合はこういうふうに引っ掛けてあげればこれで終わりなんですけど、逆に普段あんまり使ってなくて、まあたまたまね、にじめをしたいなっていう時に、まあこういうふうに、ロープが輪っかになってない状態の時、ここをどういうふうにかけるかっていうのを今回説明していきます。じゃあこういうふうにね、先端がまず輪っかになってないロープを、右手の方を下に持ってくるように、まずこういうふうに円を1個作ります。で、円を作ったらこっちの円ができてない方のロープの先端を、もう1個円を作ります。で、こいつを赤い方を下に持ってくるようにして、こういうふうにまず2つの輪っかを作ります。で、2つの輪っかを作ったら、今後に作った方のこのロープ、この円を最初に作った円の上に重ねます。で、そうするとこういうふうに二重に円がなってる状態になるんで、この状態になったら軽トラのフックに下からこういうふうに入れてやる。で、そしたらこの赤い方と元々の親のロープ2本をこういうふうに引っ張る。で、これで今縛り方は完成しました。で、まあここはね、どんぐらい緩くてもこいつをこういうふうに上を縛っていけば、ここは固まっていきますんで大丈夫です。はい。じゃあもう一回ちょっと詳しくやりますね。はい。で、まず一旦こういうふうに輪っかを作ってやります。はい。で、こっちの元々のロープというのが上に来てます。末端の方が下ですね。はい。こういう状態です。で、これをもう一個ここに同じように輪っかを作ってやります。こういう感じです。同じく、この末端の方というのが下です。はい。で、後から作った輪っかですね。後から作った方の輪っかというのを上に重ねてやります。はい。で、これをフックにこういう風にかけて、ここで縛ってやるわけです。こういう感じでね。で、これ実はここが巻き結びという結び方になってるんですね、これ。はい。で、こういう風にやって、これでほどけませんので。はい。もう一回ちょっとここで見せますね。はい。まず一回こうやって輪っかを作りますね。もう一個同じように輪っかを作るわけです。で、後から作った輪っかを上に重ねます。で、こういう風にして、ここでこういう感じですね。はい。もうこれで、ほどけませんので。はい。こういう感じです。はい。で、最後ですね。今これ、まあ、ロープかけてきたんですけど。で、最後のここの止め方です。はい。ここの止め方なんですけれども、まあ、いつもやってる万力でね、ここ止めてもいいんですけれども、まあ、はっきり言ってね、そんな重いもんじゃないんですよ。所詮竹なんですよ。で、これはもうはっきり言って飛ばない程度に縛ってやれば、別にこんなぎゅうぎゅうにこんなことやる必要は全然ないんですよね。はい。飛ばない程度に補助の役割としてここに引っ掛ければいいんで、万力じゃないやり方。軽く、まあ、こういうふうに止めておきますよっていうやり方をね、普段やってるやり方をやります。まずこれ一回持ってきて、一回ここのフックにこうかけてやりますね。はい。フックにかけてやります。そしたらここで一回こう引っ張ってください。そしたらここで、手の甲ですね。甲を上にしてこう掴んでください。はい。で、そこでこれを手をひっくり返します。今からね。ひっくり返しました。そしたらここに一個輪っかがこうできますね。輪っかができます。その輪っかをここに入れてやります。はい。で、もう一回同じように手の甲を上に向けといて、これを一回ひっくり返して、輪っかができたものをここにやってやります。はい。これで OK です。はい。これもさっきと同じ、結局ね、ここも巻き結びっていうふうになってるんですけど、で、最後にここでロープをこういうふうに持ってきてね、この裏からこの裏を通して、このロープの裏ですね。はい。ここを一回通してやって、ここでロープを殺してやります。はい。こういう感じですね。はい。もうこれで OK です。じゃあね、最後まとめで、今巻き結びっていうのを教えたんですけど、巻き結びっていうのはどういう時に使うかっていうと、こういう風にロープのね、先端がもう輪っかになってて、まあそういうね、にじめをするための専用のロープであれば、こういう風にね、軽トラのフックにかけるだけでいいんですけど、こういう風に先端が輪っかになってないロープ、この直接、まあまっすぐね、伸びてる状態のロープを、じゃあここにどうやってかけるのか、っていうこと。まあそういう時にさっき
お伝えしたあの巻き結びっていうのを使えば、あの、これとね、同じように、このロープの先端ですね。にじめをするときの最初っていうのに役立ちますんで、この巻き結びっていうのを説明しました。で、まあこれね、僕たちはね、よくロープ、あの、仕事で使うんで、ここの最初の掛け方っていうのは、あの、当然ね、当たり前のことだと思ってるんですけど、やっぱり、あの、この動画を見てる方でね、まあ本当に素人だったりだとか、まあたまたまね、にじめを使いたいなっていう方って、まあじゃあこの最初どうするのかっていうのをね、まあ前にコメントでも聞かれたことがあるんで、まあ今回ね、そのコメントをもとに、まあこういうことをね、やったんですけど、これ本当にね、巻き結びって簡単でね、まあ誰でもできるし、まあ逆に、もしそのじゃあ例えば引っ越しだとか、まあもっとね、夏になったらじゃあみんなでバーベキューをするとか、まあ大荷物を運ぶときにね、こういうのをね、一つ知ってれば、まあ一つの知識としてね、あの役に立つかなと思うんで、ぜひ覚えてください。で、まぁ、あ、ちょっと最後ね、手短に、あの、チャンネル登録者の話なんですけど、まぁ、あ、前回ね、まぁ、あ、ちょっと年内にじゃあ1000人いっちゃいたいなとか言ったんですけど、あの、全然ね、伸びてなくてですね、まぁ、あ、今、実際315人ぐらいの登録者さんが一応いるんですけど、まぁ、あ、ね、全然最近ちょっと伸びが悪いんでね、あの、僕たちのやってることっていうのも、あの、もちろんためになること、ためになるだろうと思ってやってますけど、まあ、もしね、こういうことをやってほしいとかがあれば、あの、コメントでね、教えていただければ、あの、次回の動画とかでね、あの、やっていくことも全然検討はしていきますんで、あの、僕たちがね、やっぱり、こういうことをやった方がいいかなって思う視点と、まあ、素人さんがね、こういうことをやってほしいなって思う視点で、やっぱ若干のあの、ズレがあるなとは思うんで、ぜひね、こういうことをやってほしいとかっていうのがあれば、コメントで教えてください。そして、まあ、それをね、絶対どっかでやるんで、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。